監督、おはようございます。ときめきは無制限今回はですね、はい、新火曜ドラマ家政婦の三田園を宣伝していただきます。大人気ドラマですよね。そうですよ、2016年からスタートして、なんとも10月から火曜日の9時にゴールデン帯にお引越しする。はー、三田園さんですよね、はいはい、あの松岡昌宏さんがね、はい、演じていて、まあ、その強烈なキャラクターと、三田園さん独特のコミュニケーション能力があるんで、着いた家に溶け込んでいくんですよね。そのストーリーごとにその大逆転劇があったりとか、仕掛けみたいなのがやっぱ見てて面白いですよね。人間関係のもつれとかって周囲にありますけど、はい、僕はあんま首突っ込みたくないんですよ。また自分の大切な人とか自分の好きな人が困ってたら、それはもうちょっともうマジふざけんなって感じですよね。まあ今のとかちょっと使わないですよね。なんでだよナチュラルにカッコつけただろ今KBC テレビをご覧の皆さん、こんにちは。三田園です。痛み入ります。この世にはびこる悪は私が徹底的に成敗いたします。先日私が大事にしていた吉岡里帆さんのクリアファイルを取っていったあなた、今すぐ名乗り出てください。どこまでも追いかけます。家政婦の三田園、新シーズン始まります。どうぞよろしくお願いします。カット!マジで許さない。地の果てまで追いかけます。